ません。それではただいまご紹介に預かりました社会福祉課長の飯島です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日の講義の構成なんですけれども、テーマとしましては地域福祉の現状としまして、私の方では地域福祉計画の方を踏まえて皆様に地域福祉の方をご理解の方をいただきたいというような流れで説明をしてまいります。で、私、前半といいますか、約3分の1程度なんですけれども、この後ですね、社会福祉協議会の、高橋の方から具体的に地域ではどのようなことが地域福祉と題しまして取り行われているのかというような具体的な話がこの後聞けると思いますので、私の役割としましてはそこに至るまでの、導入の部分、地域福祉とはという部分でご説明の方を進めさせていただきたいかなというふうに考えているところでございます。それでは、早速、内容の方に入っていきたいかと思うんですけれども、地域福祉といいますと、皆さんね、お名前は聞いたことあるかなと思うんですけれども、なかなか具体的なものというのは見えない方もいらっしゃるかと思いますので、この機会にですね、一層の、理解の方を進められたというふうに思います。実はね、私の地域、隣のつくばみらい市なんですけども、今日は小学校を中心の秋祭りが行われるんですね。で、普通秋祭りというと学校だけでやってるかなと思いでしょうけれども、地域の方もこうそこに参画して、児童さんが発表会も兼ねて、で、地域の方のその模擬店、実は私の地域は集落といいますか、それではちょっと餅作りのコーナー担当してまして、今日はちょっと餅を作るための機械とか道具をちょっと運んで、それを手伝って今日こちらの方に駆けつけたというような今日流れだったんですけれども、そういうような地域の関わりを持つような、取り組みを行われているのは私の地域なんですけども、その具体的な話はこの後としまして、本日の流れとしましては、どういうところが地域福祉っていう考えが出てきたのかなっていうところをまず最初にお話しさせていただくんですけれども、国の方ですね、厚生労働省の方、急に硬い話になってしまって大変申し訳ないんですけれども、社会福祉基礎構造改革という、中央審議会ですか、国の、そちらの分科会なんですけれども、そちらの方で議論が進められてきたんですけれども、要は社会福祉の量が拡大してきました、あと社会福祉の質の向上を図らなければならない、社会福祉の援助を受ける方、これらの権利を確保しなければならないという命題がですね、平成、10年後ですね、その前後にそういう命題が出てきまして、それをどうにかしなければならないというところで審議が国の方で行われてました。で、その中でですね、どういう方向性を持って改革を進めていくべきかっていうのは、こちらの画面の方に用意しました。個人が家庭や地域において人としての尊厳を持ってその人らしい生活ができることを保障することにあり、そのために個人に対して社会連帯の考え方に立った支援を行うことを今後の社会福祉の理念とします。この言葉はですね、要は地域の人と人が支え合っていかなければ今後の社会福祉の、方向性というのは確保できないよというようなところにたどり着いたという理念に基づいて、社会福祉の改革が行われてきました。その第一弾としまして、社会福祉法の施行ですね、平成12年に行われてございます。従前の社会福祉事業法の方が、社会福祉法に、名称を改称しまして、で、社会福祉法の条文の中に、初めて地域福祉という言葉を、明記してきたと。そこで、社会福祉の推進主体とその目的の方を明確化されたというのが、地域福祉のそもそも この始まりの起点になっているというところでございます。で、その中で平成15年ですねになりますと、社会福祉法の中に改めて、地域福祉計画、こちらを、都道府県または市町村で策定しなさいというような条文が盛り込まれることになりました。で、その中で特筆すべきところが、下の方に、107条の抜粋ということで条文の一部を載せていただいているんですけれども、
住民うんぬんというふうに書いてございますが、まあ、市民それらの、まあ、方々ですね、それらの方々のご意見を反映するような形で、まあ、計画を、まあ、策定しましょうということと、まあ、その内容を公表しましょう、そういうことが明確に、法律の方に規定されたということで、守谷市の方も、計画の方の策定に、まあ、着手するような流れになってきましたと。で、それらの計画を策定する背景というのはどういう背景があって、まあ、そういうことになったのかというところでございますが、まあ、いわゆる一般的に社会で言われているような文言が並んでいるわけですが、それは、まあ、社会福祉の分野についても特筆すべき点ではないかということで、まあ、こちらに箇条書きで記してあるんですけれども、少子高齢化の急速な進行、一人暮らしの高齢者が増えてきました、次には地域のつながり、そちらの希薄化、まあ、家庭機能が低下しているのではないか、また、価値観の多様化、地域の福祉ニーズの多様化、複雑化と、まあ、いろいろな課題がこう地域に出てきたと。その中で、まあ、生活の課題が、ね、顕著化してくるような傾向があった。その中で、地域福祉という、まあ、概念を用いて、これらの、課題解決のために再構築が必要ではないかというところが、まあ、計画策定のその背景となっているようなところでございます。で、策定の趣旨の方ですね、次の方なんですけれども、まあ、こちらも先ほどの、国で行われた改革の中での、 基本的な理念の中に含まれるかと思うんですけれども、住み慣れた地域で、まあ、多様な福祉サービスが総合的に受けられるということ、まあ、これから地域福祉を語る上で総合的という言葉はかなり使われてくるかなというふうに思うんですが、それは後ほど解決するような、キーワードを発表させていただきたいと思いますので、今回はちょっと先に進めます。次に、地域にはそれぞれの独自性というのがあります。その独自性ですね、地域の特性を発揮できるような、ようにということで、まあ、計画を策定します。あとは市長のご挨拶にもあったように市民共同ですね、市民と行政が互いに、まあ、力を生かしまして、まあ、市民共同によって進めるということをですね、理念においてというような趣旨がございます。で、そもそも地域福祉というのは、先ほどの条文にもあったように、まあ、市民と行政が連携して町づくりを行うために、まあ、策定するという、大きな大きなこの趣旨が踏まえて策定すべき計画ということを、こちらのページの最後の、ご確認をいただいて、次に説明させていただきます。はい、こちらが地域福祉計画の内容の、特徴でございますが、まあ、守谷市の方で、策定しました地域福祉計画、まあ、そちらの方の、冊子の方にも明記はされているところですが、まあ、その一例をですね、こちらに、まあ、載せさせていただいているところです。一つ目が、まあ、福祉サービス、先ほどから続いてございますが、福祉サービスの総合的に、まあ、充実させるというところですね。次に、福祉を支える、まあ、地域づくりの分野においてそれらの支援を行う、まあ、仕組みを、考えているというところ。で、3番目が共同ですね、共同による、地域福祉を進めるため の仕組みとして共同に、関わっていくという分野を示しています。で、社会福祉協議会など、まあ、福祉団体等を支援して、いくというところです。要は一番こう市民に近いところでの、分野を携わっているところ、社会福祉協議会の方を市の方でもうまく支援をして、多くお互いに、連携して、協力して計画を進めましょうという趣旨でございますね。あと、まあ、次に、成果実効性を重視した地域で独自性の活用で、最後に、まあ、こちらのことは、
その計画策定の時にはね、あの各地域で、ワークショップと題しまして、まあ、座談会形式で、まあ、6つの地域があるわけですけれども、そちらであのワークショップを行ってきたんですが、あそこでよくあのこの言葉、自助、互助、共助、公助ということで、使われてきたんですけれども、まあ、自助というのはあの自分でできることは自分でやりましょうという、まあ、概念ですね。こちらの方が自分や家族、親戚等と示しておりますが、その概念、次には互助と、ちょっと自分よりあの自分の家を中心にエリアを広げまして、まあ、いわゆる向こう三軒両隣と言われている単位ですね、まあ、ご近所さんでの助け合いですね。でさらに共助、こちらがあの小学校もしくはあの中学校とも書いてありますけれども、親市には社会福祉協議会の支部単位というのが市内6つに分けてございますので、まあ、その支部単位であったり、その単位は共助で、最後には互助、公助ですけれども、行政の方からの、手助け、援助、支援になります。で、あの共助に力を置くというのはですね、まあ、あの自助と、まあ、互助というのも同じような分類で、まあ、他の市町村といいましては、その互助というキーワードはあまり使ってないのが事実。これもね、独自性がかなり盛り込まれているキーワードかなというふうに考えています。で、あのその公助と、まあ、自助をつなぐ役割として共助というのが一番こう注目されている分野になりますね。この共助をうまく活用することが、まあ、地域福祉を進める上で一番大切になってくるこのキーワードになってきます。その共助の部分の取り組みというのは、この後あの社会福祉協議会の方から聞かれます、あの実際の地域の活動ともあの話の方がリンクしてきますので、まあ、こちらの方のキーワードのご確認ということで次の方に進めさせていただきます。はい、策定の特徴でございますが、策定の特徴の方はあの市民を踏まえ意見を踏まえた策定手法ということで、あの6地区の座談会を開きました。座談会で最初何があったのかな、まあ、ということなんですけれども、まあ、模造紙と、付箋とペン、これを各班を作りまして、まあ、そちらを持ち出して、その地域の強みと弱み、それを思いつくままに付箋に書いて貼り出してくださいという作業をやって、その地域の特性というのを、ね、その班の中で理解し合って、じゃあその強みを伸ばすにはどうすればいい、弱みを解決するにはどうすればいいというようなことで、まあ、あの検討を進めていって、まあ、最終的にはあのこの後出てきますが、ある子育ての分野とか障害者の分野とか健康づくり、もしくはあの市民共同の分野、それらの分野ごとにまた班を分けて強み弱みを検証して、まあ、それで出来上がったものがあの地域福祉計画なんですね。まあ、そのようにあの市民の意見を踏まえて策定されているという過程、まあ、それは法律の方にも明記してはございましたが、森谷市は特にその部分を力を入れてあの策定に取り組んできたというような過程がございます。まあ、次に、まあ、アンケート、これはあの市で作るどの計画でもアンケートであの市民の意識調査というのは行ってございます。また、各福祉関係の各団体の方に、まあ、お話を伺って、あのその今課題になっていることは何だろう、必要とされているものは何だろうというところを聞き取って、その、ね、課題を解決するために取り組むべきものを、まあ、計画の中にも盛り込むような形で、聞き取り調査などを行っているところですね。あとは、まあ、市民の代表の方で構成されます策定委員会の方に設置しまして、まあ、計画の方を着手しているというような流れでございます。で次にあの市民共同による施策の検討の方ですけれども、こちらはあの市職員とか策定委員会、まあ、先ほど申しましたあのワークショップの延長線上でですね、あの合同で、まあ、会議を開きまして、あのその辺の策定の方を進めてたというようなところでございます。ちょっとあまり時間もないので先の方に進みますけれども、こちらは計画の位置づけですね。まあ、あの市の計画の中で、まあ、一番このピラミッドの頂点に来るのが、総合計画という計画で、これは市の あらゆる施策の分野を網羅した総合的な計画ということでございます。でこちらの地域福祉計画はその計画の、まあ、会計画ということで位置づけられます。
で、福祉分野においては各担当課においてそれぞれの分野の計画というものがあるんですが、それの計画も縦並びになっています。で、地域福祉計画というのはどういう計画なのかといいますと、並列ではございますが、それらの計画を横断的に横串的に交差して総合的に、福祉分野の問題を解決できるような仕組みというふうにご理解をいただいていただきたいかと、先ほど総合的総合的という言葉がよく地域福祉では使われますよと言いましたが、横串的とかそういうことによって今行政なんかもよく指摘されるのは縦割り行政ということがよく言われるかと思うんですが、それを解決するための仕組みでもありますので、それは福祉分野に限ったことでございますが、それは地域福祉計画の役割だというふうにご理解をいただければというふうに思っております。はい、あと次に地域福祉計画のと、地域福祉活動計画の関係でございます。で、地域福祉計画の方は行政で作ってございます。行政計画というふうにいわゆる言われております。主体は守谷市で、地域福祉活動計画、こちらは社会福祉協議会の方が主体ではございますが、こちらの方はいわゆる市民計画というふうに言われてございます。より市民に近いところの目線で、活動していくための指針となるような計画というふうにご理解をいただきたいと思います。で、この両計画の方は車の両輪によく例えられて、連携して動く計画だというふうに、一般的に言われているところでございます。こちらは守谷市の、地域福祉計画の中で示されているような基本理念、基本目標ですね。で、こちらの、キーワードの方を説明をさせていただいて、その考え方を下に明記させていただいているようなところです。こちらの方は後でご覧をいただければというふうにございます。で、本市の計画の中の特徴としましては目標を5つ掲げてございます。この5つというのはそれぞれの分野というふうにご理解をいただいてよろしいかと思います。子育ての分野、高齢者福祉の分野、障害者児の分野、健康づくりですね、かで言いますと保健センターなんかが携わるようなところというふうにご理解いただきたいと思いますけれども、で、最後の5番目に地域づくりの分野、この5つの分野がございます。で、それらの5つの分野の中に、場づくり、人づくり、関係づくり、生活づくりというそれぞれの課題を解決するための仕組みとして、その4つの基本施策を構成させて課題を浮き上げて、その課題を計画の方に示させていただいているというところでございます。で、それらの計画ですねを作ってございますが、計画期間としましては24年から28年までの5年間を一つの区切りとして計画の方を策定してございます。で、そちらの計画ですね、進行状況を確認したり、さらに良い支援策はないかというような検討をするために、地域福祉推進委員会というものを設けてございます。任期3年で、こちら今18名の方で構成されている、もちろん地区の実行委員会というのは6つございますが、そちらの代表者や各福祉関係の団体の代表などの方がで構成をされているというところで、地域福祉計画の進行状況を見守っているというような形でご理解をいただきたいと思います。はい。で、その計画を進めるにあたって、地域福祉担当、地域担当職員制度、こちらは平成28年に4月、地域福祉計画がスタートした年の8月にですね、夏にスタートしてございます。こちら基本的には全職員がその地域の、町内会とか、自治会、そちらに担当者として貼り付けまして、地域の活動の、一助になるというような役割を担ってございます。あとは計画がございますので、その計画の取り組みの連絡調整なども行うというようなことでございます。で、次に計画の中での取り組みをとしまして、地域福祉活動助成金制度というのは平成26年4月昨年度ですね、スタートしているところです。こちらの助成金制度は地域福祉や地域福祉活動計画に基づく課題、地域における身近な生活課題、これらに対応するための事業を地域で実施する場合は、地区の実行委員会の方で認めたものについて、市の方で、助成を行うという、趣旨の事業でございます。
まあ、これらによって地域の課題が解決できればというような、制度でございますのでご理解をお願いいたしたいと思います。で最後まとめでございますが、まあ、先ほどからずっとこう同じことを繰り返してございますが、最後はこの私なりの言葉で地域クシトアということをまとめさせていただきました。一言で言ってしまいますと、まあ、地域の助け合いによる福祉というのが地域福祉だというふうにご理解いただいてよろしいのかなと。で地域福祉計画とは、理念と仕組みを作る計画、先ほどは行政計画というふうに、私どもも申しましたが、まあ、簡単に言ってしまえば考え方とその地域福祉計画どういうふうに進めるのという仕組みを示している内容だというふうにご理解をいただければよろしいのかなというふうに思います。で、同じく地域福祉活動計画、こちらの方が、社会福祉協議会が、市民の方々と連携して、まあ、策定した計画でございますので、まあ、地域福祉を推進するための活動計画というふうに、ご理解をしていただければというふうに思います。で最後に結びですが、この地域福祉計画と地域福祉活動計画、まあ、先ほども申しましたが車の両輪でございます。連携していくことによって、まあ、地域福祉の充実へと発展へとつながっていくというような流れになりますので、まあ、その2つの、まあ、2人の方の説明をここまでさせていただいたということで、まあ、具体的な地域の活動取り組みについてはこの後、詳しい話があるかと思いますので、まあ、そちらの方をご清聴いただきたいということで、私の方の、内容の方の説明はこれで終わりにさせていただきたいと思います。大変切ないことでございましたが、最後までご清聴ありがとうございました。今日からよろしくお願いいたします。皆さんお待たせいたしました。皆さんこんにちは。日頃よりお世話になっております森谷市社会福祉協議会高橋でございます。今日は地域福祉活動計画について説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど飯島課長の方から福祉計画についての説明があったと思いますが、福祉計画と地域福祉活動計画は両輪ということで、作成段階2年間にわたってワークショップをし、活動の計画を作ってまいりました。ですので説明が重複するところがとても多いので、なるべく省きながら、今回は6地区が実践でやっているところを皆さんにご覧いただけるところを説明に力を入れさせていただきたいなと思っております。のでこれからやります地域福祉活動計画についてはちょっと省略しながら説明させていただきます。まず、市長の先ほどの、開校式のご挨拶でもありました通り、森谷市昭和30年頃は人口1万2000人でした。ところが計画を作る前あたりですね、人口6万2000人、先ほど市長のご挨拶には6万5千人に達しているというふうになってましたけど、どんどん増えているのが現状です。そこから見えてきた課題というのが出てきました。少子化であったり高齢化、地域にとても差が出てきました。また地域で異なる課題ですよね。少子化であったり高齢化が地域によってとても違うので、その異なる課題も違います。意識の持ち方も違う、組織団体も違っている、
その問題を解決する方法が違うということで、とてもその差が大きくなっているのが現状です。でまた強みとしてなんですが、定年を迎えた多くの市民の方々がいるということが強みです。これが地域の力となって、これまでこう経験した知識や力などをこう発揮していただけるのではないかなっていうのが見えてきました。そこで計画が作られました。地区別活動計画作成の経緯です。先ほど言った地域課題が違うので、これはもう一つの計画にしてしまったら解決方法も何も違うということで、なかなかこう実践、作ったはいいけども実際に活動に移る場合どうなのかっていうのが生まれてきました。そうした中で社協に6支部がございましたので、これを使って6地区別の活動計画を作ったらどうかということで作成が始まりました。6地区がこのように分かれております。一番大きいのが守谷地区ですね。このように6地区に分かれております。で福祉計画の理解については先ほど課長から説明がありましたので、これ省かせていただきます。地域福祉活動計画作成の工程ということで、お手持ちの資料あると思うんですが、こちらもう一つ地区別のこれがあると思うんですね。この中の裏側、各地区の裏側にちょっと表みたいな形でこうなっているものがあります。これがこれがですね、自分たちの地域について考えたものです。2年間ワークショップでいろいろな方々に自分たちの地域についてどういう課題があるのか、どういう強みがあるのか、どういうふうに解決していったらいいのかっていうのをこの表でまとめていただいたのが地区別の活動計画になっております。で出来上がったのが地区別活動計画。地区別活動計画が出来上がっても、それを実行に移すためにはどうしたらいいのかっていうの中で、地区別実行委員会というのが立ち上がりました。地区別実行委員会というのはどういう組織かというと、実行に移すため話し合いをなされる組織です。もちろんこれに社協職員の担当者も入りますし、行政の職員ですよね、担当者も入ります。でここで実行に移すためにどうしたらいいのかっていうのを話し合うんですが、実際実行に移して力を借りるのは地域住民の皆さんです。ですからいろんな団体、もちろん町内会、自治会が中心になりますが、ボランティアグループであったり、老人会さん、子ども会、二世院、防犯連絡員、また実行委員会が入り、また施設ですよね、地域の中には資源もあります。福祉施設や企業などの協力を得て何か実行に移すというような形で話し合いをしております。ぜひ市長のご挨拶でもありました通り、自分たちで地域を作っていく、そのためには自分たちがどんな地域が作りたいのかというのはとても大事なのかなと思ってます。何でもそうですが、解決に向かうことをこう一個一個積み重ねた力が地域の力になっていくのではないかなと感じております。ぜひこのつながりやご縁を大事に、一人の力が大きな力になりますので、この地域福祉活動計画、皆様の力を貸していただければと思っております。以上が地域福祉活動計画についての説明になります。これからが6地区実際に活動が行われている様子をここで発表させていただきたいと思います。この市民大学いらっしゃってる中にも、この実際に6地区で活躍されてる方がいっぱいいて、その方々に発表していただくのが本当は一番いいんじゃないかなと思うんですが、すいません、私がこの皆様のやっていただいたことを発表させていただくような形になります。申し訳ありません。なので、もし追加がありましたらお力を貸していただけると助かります。すいません。まず守谷地区の状況から説明させていただきます。守谷地区の基本理念、ここに表にありますよね。これが守谷地区の基本理念と課題、活動のモットーや課題、解決対応策が書いております。これでどのような形でやったかというと、まず守谷地区ってとても大きな地区だったんですね。まずこれをね、5ブロックに分けました。5ブロックに分けてもとっても大きなところがあります。例えばですね、この A ブロックはまとまった地域ですよね。東の中心に1丁目、2丁目、3丁目と、あと
マンションがあります。その他 E ブロックっていうのはこことここなんですね。森屋の中でもとても広いです。 E ブロックの中にも16町会入っております。そのような地域と A から E ブロックに分けましたけども、分けた中でもそれぞれに課題が違うというような問題が出てきております。まず5ブロックに分けることから活動を始めました。で、森屋地区全体の動きとしましては、挨拶運動キャンペーンをしております。これは秋と春と秋年2回 A から E ブロックのと時間帯7時から8時、一番長いところで9時までやったところもあるんですが、のところ1週間月曜日から金曜日まで毎日挨拶運動を実施しております。各ブロックごとにこの開催する場所を決めて、この時は強化週間ということで挨拶をしようということで3年目を迎えました。でこの3年目を迎えて、最初の年はやっぱりなんかちょっとなかなかこう挨拶をしてもぎこちなかった返事がだんだん返してくれるようになる。でまた月曜日にやった挨拶が金曜日にはやっぱり月曜日には返事がなかったのが金曜日には返してくれるようになるなど、まあ、少しずつですが効果が出てきております。ぜひ挨拶からこうまずは顔見知りになろうということで全体的な活動が始まっております。これが挨拶運動のキャンペーンの様子です。また茨城教育の日一斉キャンペーン活動ということで、11月13日が茨城県民の日ということで、守谷市の中の小学校、中学校、高校、あと、各種団体ですね、あと企業の方々が一斉に出てキャンペーン活動をしております。これも地域住民代表ということで守谷地区の代表の方々が出ていただきました。ここにも守谷中学校でまた今月の13日も開催予定ですが、それにも協力するということで動いております。守谷地区の中で広報誌を出しました。支え合う町守谷ということで年1回、まあ、まだ1号なんですが今年もまた2号が出る予定で動いているんではないかなと思います。実行委員会でこういうような活動をしてますよという紹介と、あと各ブロック別ですね、自分たちの地域について知っていただいて自分たちの地域を好きになってもらおうということで各ブロックの活動を紹介しております。でこういうことをやってますのでぜひ来てくださいっていうような、あと共通守谷地区共通の話題ですね、これを守谷地区に全校配布いたしました。とこれは守谷市民大学 の卒業生で作ってくださったレッツノートレクッキングというのも守谷地区全体で募集しております。で、料理をしてノートレのクッキング、また顔見知りになってそこからまたグループワークになればいいなということで活動していただきました。第1回目が10月13日、もう来週明けですよね、月曜日には第2回目ということで料理の献立を決めて、材料を買いでレシピに挑戦して作って食べる片付けるというような一連の作業もそこでするということでなっております。1回目の様子を報告いただきましたのでここで載せさせていただきました。なんかとても美味しそうな料理を作ったということだそうです。あとは各ブロック別の活動をご紹介いただきさせていただきます。まずこれ B ブロックの中で境町町内会が100周年を迎えたということです。で境町町内会って駅の近くの町内会だったんですが、だんだん子どもたちが少なくなってしまって、おみこし、とっても素敵なおみこしがあるんですが、ずっと町内会の中にこう埋まってたんですよね。これがもったいないって100周年を記念して、近所のそうですね、あそこにはマンションがあります。マンションの子どもたち、あと東の地区の子どもたちに協力していただいてみこしを練り歩いていただきました。こういうようなものとか、あと式典をやったり中学校が来てくれて楽器を演奏してくれたり、 B ブロックの中の町内会でできることを協力しようということで模擬店を出したりというような形でみんなで100周年を盛り上げるということをやりました。でその中で支え合う町守谷という絆のテントを購入しまして、これが地区内共有で使えるようなものとして今倉庫の方にしまっております。
これからの企画なんですが、これは C ブロックで昔遊びで一緒の時間を楽しむということで、町内会や子ども会、実行委員会が協力して今企画中です。これが11月の下旬に開催予定になっております。昔遊びを通して町内の経験者、昔遊びをした経験者と経験したことない子どもたちが一緒に作業ができるといいなということで、このような形で募集をしております。 Dブロックですね。 DブロックはDブロックと呼ばないでハッピー東野と呼ぼうというふうに、ね、名称が変わっております。堅苦しいからじゃハッピー東野ということでなっております。このハッピー東野は毎そうですね、年に3回から4回ですね、広報誌を発行してくれてます。春夏秋冬4回出てます。地域のいろいろなことを皆さんに知っていただくということでシリーズで発行しております。また東野地区の地域連絡会を開催しました。団体はこの14団体くらいありますかね。東野のDブロックのハッピー東野の中で活躍されているいろんな団体方にの方々に声をかけて集まっていただきました。会議目的というのが情報交換の場と問題点の話し合いですね。それぞれの活動に役立てていくことを目的として団体の連携をお願いしました。なので成果として出てきたのが、例えば町内会と子ども会と老人会みたいな形、例えばですけど、町内会の行事に子ども会が何かの形で参加する。で、あとですね、食生活推進委員の、改善推進委員の方々が子ども会とコラボして、食育の場面をちょっとやるとか、あと老人会の方々が自分たちだけで花の上を作業していたのがなかなか大変になってしまったから、自治会に協力してもらって、その花の苗を手伝ってもらうような形で、いろいろな効果が出てきております。また、ボランティア活動を支援したり、状況把握ということで、いろいろな守谷の中でのボランティア活動を応援しています。またここ実行委員会の中で代表され立ち上がったのがふれあいシニアの会ということで、東野の中でシニア世代にアンケートを実施して何か活動をしていただくというような形が今出ております。活動として出ております。ここで E ブロックの活動です。挨拶運動をキャンペーンをやってましたけども、継続的に啓発活動が必要だよねということで、E ブロックは守谷小学校が地域の中にあります。で、地域の中の資源を利用するということで、E ブロック実行委員会が守谷小学校とコラボしました。で、守谷小学校の6年生の卒業制作として、この素敵な看板を作っていただきました。この広げよう笑顔というこのロゴとか、あと絵ですね、TX や松やゆり、あとここにいろんな、すいません、住民の方が、すいません、いろんな住民の方の絵がこう描いてあるんですが、みんながこう、広げて挨拶しましょうという形で作っていただきました。これが素敵な看板が守谷小学校の、職員駐車場のところですね、の一角に立っております。このような形で守谷地区は作業をしております。次、続きまして高野地区の様子を発表させていただきます。高野地区の基本理念と活動のモットーは、皆様のお手元の資料の高野地区をご覧ください。これに基づいていろいろな活動をしております。高野地区が目指すのは、顔が見える関係づくりというのを目指しております。高野地区があったかい地域となるように、いろんな方々と関係を結んで、顔が見える関係を作ろうということで、いろいろな活動をしております。高野地区にも実行委員会が立ち上がり、課題別の見守り、サロン、ネットワークという課題別のチームに分かれて、なるべく具体的な活動を打つということで、実行委員会が立ち上がっております。特にやっているのはですね、地域情報誌、河原版、絆の発行であったり、子どもヘルパー事業、ボランティア講座、で顔を声つく前の顔が見える関係づくりですね。このボランティア講座の
修了生や受講生の中からネットワーク、絆というものに登録していただいて、地域の中でこうマッチングが最終的にできないかな、誰か助けてほしい人、何か手伝えるよっていう人が地域の中でこうマッチングができないかなっていうのを最終目標に、今年は事業所を高野地区の中にある事業所に協力していただいて、まずは登録していただいた方が事業所にお手伝いに行くというような形でやっております。で、今後も事業継続をする形と、あと森谷地区、高野地区の見守り隊が今高野小学校の自治会子ども110番のようなマップ作成したんですが、これが同じ地区内の松ヶ丘地区へ小学校への変化拡大を今やっと なればいいなということで動いております。詳しくまた説明させていただきます。絆です。絆も年4回発行しております。なるべく地域のことが分かるように地域の情報誌ということで発表しております。この中で特徴的なのが地域のお医者さん紹介という部分があります。地域のお医者さんのこうコメントを載せてもらったり、あとその地域の民生委員さんの紹介であったりとか、いろんな分野、あと消防団の紹介であったりとかね、そういうようなこともやっております。子どもヘルパー事業もずっとやってくださっている事業なんですが、これも継続してやっております。なるべく地域の中で福祉の心を育むということで、地域の資源を生かしながら子どもたちがいろんな経験を通して福祉の心を育んでいただけるような場面を設定しております。26年ですね、この敬老会で手話ソングを発表したりおもてなしをしたりしてます。サロンに訪問もしてます。27年も始まってます。27年からは水木野の小学校、公衆小学校でも今度子どもヘルパーやるということで、ただ募集したらちょっと少なかった、残念ながら少なかったんですね。でも今後やっぱりやっていただきたいという意味もあって、2人だったんですが、高野地区の子どもヘルパーに一緒に入れていただいて、水木野の合衆小学校の子どもたちも2人入ってます。で、一緒に活動に参加してます。今地域支援資源を生かしてということで、高野地区にはお寺がありますので座禅を組んでます。これ2年間こうやってるんですが、とても好評です。子どもにも大人にも好評です。あと間リハビリテーションのスタッフの方々にお願いして、リハビリ、いろんなことの体験をする機会も経験させていただいています。あとこれは炊き出しですね。たまたま福祉施設の方に、常総市の方から避難されている方々がいて、その方々のために炊き出しをやりました。お米を釜で炊いてみてやってみたり、あとカレーを作るっていうことで、あと火を起こすですね、火を起こして炊く、あと干し柿って作ったことない干し柿を子どもたちがこう教わりながら、地域の人に、高齢者の人に教わりながら干し柿を作るよというような作業をしております。このような経験をさせていただいております。また障害者の港区支援学校のお友達との交流も毎年やっております。また認知症サポーター養成講座ということで、認知症ってどんな病気なのかな、自分たちには何ができるのかなっていうような考える機会も作っております。ボランティア講座を開催して、ボランティア講座受講生がネットワーク設立ということで、先ほども言いました通り地域の中で支え合いができるような組織づくりを今作っております。その中の一つとして絆スタンプカードを発行しております。登録していただくとボランティア保険加入をし、スタンプカードにここにこうハンコを押しておく。で、年間頑張ったところで最後の時に活動実績報告をして、ボランティアアワードを開催しようというような形で今年始めております。介護技術講座は施設、福祉の施設がありますので、地域の施設を生かして介護技術講座を毎回開催させていただいております。ボランティア講座も地域の方々の先生にお願いして、いろいろな講座を開催しております。また松ヶ丘地区交流会ということで、松ヶ丘地区、高野には高野欅台祭りとか、あと高野こいのぼり祭りとかあるんですが、松ヶ丘地区全体でというのはなかなかなかったので、何かできないかということで松ヶ丘地区交流会が立ち上がりました。
その中の一つで益若市親父の会が主催している夏祭りに一緒に参加させていただいたり、区長さん の, あの情報交換会みたいな形で定期的に交流会を開催しております。また出前サロンではサロンの代表者会議を開いて情報交換会や、あと子どもたちがサロンに実習に行かせていただいて高齢者との交流機会というような形で、なるべく地域の資源と人とをこうつなげるような活動をしております。高野地区顔の見える関係づくり開催ということで、高野地区はとてもあの自治会がとても多いです。その自治会の会長さんや民生委員さん、あと 各種団体の方々、社協高野支部の方々が集まっていただいて、顔が見える関係ということで情報交換会をしております。でその中で地域の好事例みたいなものをこう発表していただいて、質問で情報交換会みたいな形もしております。なるべくこのように多くの顔が見える関係ができるように、なるべくいろんな会を開催して実施しております。まあ、最初にあったこれですね、高野地区あったかい地域を目指してこのような形で連携が取れるかということで活動をしてくださっております。以上が高野地区です。はい、次大野地区いきます。はい、大野地区の基本理念と活動モットーは3ページ目に書いてあると思います。それを見ながら実際どのような活動をしているかを見てください。大野地区ではまずこれ6つに分かれてます。大賀市や向崎、中坪、上坪、下げ戸、新山の6つに分かれて、自主防災組織を町内会ごとに設立することを目的に頑張っております。で、実行委員会が中心となって各地区で防災訓練や炊き出し訓練も行っております。まあ、立ち上がっているところもあればまだまだ立ち上がっていないところもあるので、そのような形でこうやっております。で、会議を地域の中にある施設法輪草さんをお借りして会議を開催しております。実際に実行委員会がこう避難訓練をやろうということで法輪草で避難訓練をさせていただきました。これがこう実際にできれば、本来地域の施設が何かあったとき地域の住民とこう災害時にこう助け合えるようなことができるといいなということを目的になっております。また法輪草でも介護技術の講習をしていただいております。地域の中でこう関係性ができる施設がこう出入りが自由というかね、もっとこう開放された施設になることで、お互いが助け合える、施設に助けてもらえるところもあれば施設も地域の方々に助けてもらえるというようなことをできるのではないかということで、いろいろな形でこう法輪草を開放してくださっております。新山では花祭りが開催されております。これも、地域の方々が花祭りってこうあるんですが、5月にあれになるんですが、開催しております。この行事も伝統行事としてお手伝いをしております。地域の方がいろいろなものを作ってここでお話をしたりして、テントの中でお話をしたりして過ごしております。と、彼岸花祭りとかかしの展示ですね。彼岸花がこう咲いてるんですが、なかなかこう知られる機会がなかったっていうこともあって、このかかし祭りとコラボしたんですね。で、かかし祭りのコンテストなんていうのも開いて、ショーをこう開催したりしてね、こうすごく素敵なかかしがこう出てます、毎年毎年。で、それを見に来るお客様と審査してくださる方。で、あとその彼岸花を見るということで、2つの祭りと、イベントをこう共同してやるという形ですね。このようなこともやっております。あと大野地域福祉祭りというのも開催しております。つい最近先月ですね、10月18日に開催しました。で、これもなるべく子どもたちから高齢者の方々まだ大勢集まっていただいて、いろいろな催しをしております。大野小学校で開催しております。はい、これが大野地区上司です。はい、続いて大井山地区いきます。
はい、お医者らしくの基本理念と活動のモットーはこのようになっております。大井沢地区では大木、西板戸井、東板戸井、辰川、大山神殿に分かれて会議を開催しております。それぞれに実行委員会が立ち上がっております。昨年度は地域伝統行事の復活や地域交流会の実施、挨拶運動や自主防災組織の発足に向けて活動しております。挨拶運動ですね、これ手作りなんですけども、挨拶の看板を作って、この小さいものは地域の、ね、子どもたちに書いていただきました。ポスターですね、挨拶しましょうとか、なんか交通安全みたいな標語みたいなものをこういうゴミステーションのところにこう作ったり、目のつくところにこう貼ってくださっております。で、あとこの回覧板が地域の情報発信の場になるようにということで、こうなんとか開催しますみたいな形なのもなっております。大山神殿では桜の季節に花見会をやります。この土手のところに集まってバーベキューをして、もう家族みんなでこうゆっくりして暖かい日にこうバーベキューをして過ごすというような形です。子どもたちがこう後ろで遊んでいるところ、大人たちはここでお話をしたりして楽しいひとときを過ごすというのを続けて継続してやっております。あと夏休み企画です。子どもたちがとても大山神殿って少ないんですね。少ないことから子ども会がないんですね。でないことから、でもなんか子どもが主体となる行事をしようということで、ラジオ体操をする機会を設けております。8月の最終週に1週間、まあ夏休みが終わって新学期が始まるときにちょっと生活のリズムを整えるという意味もあって、朝ラジオ体操を企画して一緒にやっております。辰沢地区では秋祭りですね、これも好評になってきました。第3回です。とすごい素敵なポスターを作って、で地域の皆さんが参加していただけるような企画をしております。で手作りの灯籠がここに、ね、下げられてるんですが、神社のところに下げられております。家族連れで楽しんでいただけるということで、いろいろな企画を、子ども会のゲーム、また今年は大学生に協力いただいて子どもたちが遊べるような企画みたいなものをちょっとやってくれるようなことをやると企画しました。と大木地区では防災訓練をして炊き出し訓練が行われました。子ども会から老人会の協力で145名が参加です。すごく大掛かりな炊き出し訓練です。あと消防署にも協力いただいて、あれですよね、火消しの作業ですね、煙の体験などもしました。こういっぱいこう地域の方々来てくださってます。こういうような形で皆さんが参加できる機会を作るというような形でいろいろ活動しております。東板戸井地区ではふれあい祭りを開催しております。これ一番最初あれだったんですよね、綱引き大会をやる予定が雨が降ってじゃんけん大会にしたらとっても好評で、それがもう第2回となったという形になります。全員が楽しめるということで、子どもから高齢者まで全員がじゃんけん大会で楽しんで勝ち抜き戦をやったり、あとそば打ちですね、そば打ちの何て言うかな、そば打ちが得意とする方々に協力いただいて一緒に体験させてもらったり、ビンゴ大会をしたりということで、すごく触れ合いですよね。いろんな方々がこの日に触れ合いということ、今年は11月29日を予定しておりますが、催し物があります。これも2年目になります。今度で西田戸地区のじゃんけん大会も同じです。楽しい、子どもたちがもう必死になって勝とうと思って頑張ってます。とても大勢集まってくれました。これも11月1日じゃんけん大会3回目ですね、重ねてます。豚汁やカレーを作って200名近い参加があったそうです。これもすごいなと思います。皆さん楽しみに来ていただいて、子どもたちがこう美味しそうにカレーを食べてますという様子があります。と西板戸井地区の伝統行事阿波踊りを復活させました。しばらく阿波踊りがこう長い年月こう
まあ、やってなかったんですよね。それをまた復活させようということでアワントリーをやりました。このここにすごいお餅が刺さってるんですよね。参加者すごくいっぱいいるのがよくわかると思います。皆さん無病息災をお願いしてお餅をこう焼いてます。そういうような場面ですね。また来年の1月16日開催ということでなっております。また大山神殿地区でも阿波踊りを復活させました。でまた来年1月17日に阿波踊り、その時に火を使いますので防災訓練や炊き出し訓練なども予定しているということで、なるべく多くの方に参加していただけるような機会をということで大山神殿も阿波踊りを復活させております。はい、以上が大石沢地区です。で北森屋地区、北森屋地区の理念は皆さんに配られた資料の通りです。参考までに見てください。北森屋地区が行っているのは北森1,2,3,4,5つですね。5つのきっかけ作りを楽しもうという活動モットーなんですが、これに基づいて5つ部会が分かれております。北森屋遊歩道ブラブラ亭協会、あと協力員部会、そして広報部会、北森屋地区異世代交流部会、そしてグランドゴルフ部会に分かれていろいろなきっかけ作りをしております。まず一つ目、どこでも喫茶ブラブラ亭ですね。まあ、ここの近くですので皆さん行ったことあると思うんですが、遊歩道や公園などを利用して皆様方のこうフラッと寄れるようなところで、美味しいコーヒーをどん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 はまってて美味しいコーヒーをこう作ってるというふうに勉強中だなんて言ってましたけども、だんだん美味しくなってるようです。そこでコーヒー、美味しいコーヒーを飲んでちょっと一休み、そこで会った方とお話ししていただくような形で、皆様方赤いエプロンしてお迎えしてくれます。でまたここでは昔遊びみたいなものもやってくれるという楽しいひとときを作れれば、今までこうたまり場って場所だけ思ってたんですが、外でこういうこともできるんだなっていうのを分からせてくれたのが北森屋のブラブラ亭です。こう素敵な企画だなと思いました。あと協力員制の部会ですね。五所ヶ丘五丁目の有志で、五丁目の中でですね、助け合いの輪が広がりました。助けてもらいたいよって人を登録していただいて、お手伝いできるよっていう方も登録していただいて、その方々が地域の中でこう助け合うというようなことをなっております。で、そういうようなものがこう他のところにも広がるようにということで、こう北森屋地区この部会協力員部会では、どん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 そういうのが広がっていくようなことを願いながらこう情報交換会も行っています。広報部会としてはふれあい北森屋という広報誌をやはり年4回発行しております。これ全部記事から何から全部手作りですよね。今3号まで出てますが、もうすぐ12月号が出るでしょうから4号目ということになると思います。これも地域情報誌です。いろいろな地域の情報が載ってます。これも地区限定ですね。北森屋地区限定です。と北森屋地区異世代交流部会としては、おもちゃ病院、ボランティア組織の中におもちゃ病院っていうのがあるんですね。でおもちゃ病院と連携して子どもたちのですね、なんかおもちゃに対するこの工作をしてみたり、工作教室を作って子どもたちに作り方を教えたりというような形で世代間交流を行っております。これも応援しております。北森屋実行委員会の中で、あと、運動をやるきっかけにもなっていただこうということで、北森屋地区には公園がありますので、そこでグランドゴルフをやっております。達田公園なんかもグランドゴルフが楽しめるところですよね。なので、まず楽しんでいただくためには道具がなきゃできないですよね。なのでまずきっかけ作りとして道具の貸し出しをしております。なのでまずやってみて楽しければ、ね、自分のゴルフクラブを購入すればいい話で、まずはそのきっかけとして貸し出しもやってますので、やってみませんかというような形で
こういうような部会を立ち上げてくださりました。これも健康づくりの一つです。はい、以上が北守谷地区の活動です。はい、最後のになります。水木の地区の活動を報告させていただきます。水木の地区は基本理念と活動のモットーは今載っている通りです。はい、と水木の地区だけその他の地区と違うんですよね。水木の地区と水木の町内会と一つなんです。分かれてる。で他の5地区、守谷や守谷高野、大野、北守谷、大井沢は、まあ、いろんな自治会が入ってます。多いんです。ですから地域性も違う、課題も違う、解決方法も違うということで、これちょっとこれが特徴でもあり強みでもあると思います。水木の地区の、それを踏まえて、水木の地区って1自治会ですから、 1地区で1自治会、1社協ということで、自治会がとても活動的にこう活動しております。でもやっぱりこれをこう統合していく必要がありました。でも思いっていうのは目的は一緒なんですよね。地域住民の方々の、いい地域を作るためのものなので目標は一緒です。ですから共通するものがとてもあったんですね。で大きな組織であった、自治会の協力を得てこの実行委員会が成り立つという形になりました。ここだけはこう一つの地域の特徴です。でまず行ったものが地域包括ケアモデル事業ということで、行政の方から水木の地区で地域包括ケアのモデル事業が依頼がありました。その中で、水木の地区でモデル事業として受けました。で地域包括ケアモデルって最初は高齢者や要援護者だけだったんですが、水木の地区としては全体をやりたい、子どもたちから大人まで全体をということで、水木の地区の地域住民すべての方々を対象として向こう3年両隣のフード作りということで、福祉協力員制度や自主防災組織と協力しながら水木の全体を見守るというような形を作りました。まずその地域包括ケアを活動するにあたってですが、まあ住民、これ登録者と、まずは地域包括ケアの中で何かの時にこう助けを必要とする方を登録していただいて、この登録を町内会が把握している。で町内会からいろいろな勉強をした福祉協力員って方を募ります。でもちろん民生委員さんもありますので、民生委員さんと協力のもと福祉協力員が日常的なものでこう見守るというような形になっております。でその時何かあった時と、支援体制として守谷市の地域包括支援センターが支援組織として入っております。そんな形で包括ケアが立ち上がりました。で事例としてですが、グループの活動ですね、活動として、まあ、研修を受けた福祉協力員が登録を受けた方であったり地域住民を地域で見守り活動をします。何かあった時、まあ、お手伝いするというような形になるんですが、まずは、何丁目対応とのグループ、これ8丁目まであるんですよね。水木の8丁目まであります。で、8丁目、丁目ごとにケアマップを作成したり、担当者の割り当てを作ったり、登録者との結局信頼関係を築くために、急に行ってもあれですから、普段からの活動ですよ、見守り活動をするというような形です。いろいろなことをやってくれました。で実際に見守るという形になっております。何かあった時には町内会であったり民生委員さんであったり市の包括支援センターであったりにこうつなげるような形が出来上がっております。また防災訓練として毎月毎月月例防災会議を主催しております。防災訓練を実施し、今在住者登録ということで全校対象に、まあ強制じゃないのであれなんですが、目標は全校対象に登録をしていただくというふうにおっしゃってました。これも町内会で管理して、家族構成や支援が必要な場合は特記に記入していただくというような形でやっているそうです。こういうようなこともやっております。あと高齢者食事交流会というのも開催しておりますね。
これ水木の支部の方で動いてくださってるんですが、あと男の料理教室の人たちが協力いただいて、あとここに今年高野地区の子どもヘルパーでも2名お世話になってる2人高野小学校、高野小学校の子どもヘルパーも入っております。地域に住まわれている高齢者の方々と一緒に食事をして楽しいひとときを過ごすというようなことですね。ここで栄養面からもみんなで一緒に食べる効果と、あと栄養面もと一緒に食事を作る人もいれば食べに来るだけの人もいる、それでも楽しかったねっていうような企画ということですね、というのを企画してくれました。あと地域で子育て支援ということで、水木の中に幼稚園や小学校があります。で夏休みの企画、あと楽しいイベント、あと挨拶運動をしたり防犯パトロールをしたり、あと、夏祭りがとても大きくやるんですよね。夏祭りの子ども広場を楽しいものの企画、あとミニ寺小屋ですね、子どもたちをちょっと教える場所とか、あとハロウィン、どんどん焼き餅つき大会、あと小学校を育てた子の大人同窓会っていうのも企画してくださっております。なので地域でこう子どもたちを育てるというような支援を水木のではしてくださっております。今、やっているんですが、公園巡り散歩道っていうのを作ってくださったんですよね。水木のの中には四季折々の、季節にいろんなものが植物もありますし、公園もあります。1キロコース、4キロコース、5キロコースというウォーキングコースを作ってくださいました。で四季を楽しみながら散策して外に出るきっかけを作るということで、コースをまず作ってくれ、で作ってくれたならばウォーキング大会を開催する、ウォーキング大会を開催して、ウォーキング大会だけじゃちょっと寂しいんで、その時に水木の朝市を開催し、その時にまたフリーマーケットも開催するというような、こう人が集まれるような企画をとてもやってくださってます。水木の朝市は地元ので採れる野菜ですよね、地元の企業と企画して朝市開催、フリーマーケットは地域住民がフリーマーケットを開催するというような形で、こう一つ何かが出てくるといっぱいなことで楽しめるっていうようなことをやってくださっております。企画してくださっております。で人が集まれる企画を実施ということで、町内会の場所、公民館を使っていろんな企画をしてくださっている。これほんの一例なんですが、ソフトボール大会であったり、夏にはふれあいビアガーデンを作ったり、あと集会所の促進のためになんかいろんな企画をしてます。どんと焼きや、あとは落語寄せなんかっていうのも開いてくださってます。多くの方々がこう利用してくださるような企画をたくさん実施してくださっております。でまたつい最近、今もまだ常総市の方では災害ボランティア活動を続けておりますが、水木野の方ではボランティア派遣をしていただきました。9月16日から30日まで毎日8名前後のボランティアを派遣してくださいました。で常総市の方に行って、現場に行ってやっぱり感じたことは大きかったっていうことで、ここから活動したことで自分たちの地域に生かすというような目的を持ってやってくださいました。はい、以上が水木の地区の実績報告になります。それぞれの地区それぞれのやり方でやってくださってます。なのでやってくださってるのは本当に地域の皆様方の力です。なのでとても感謝しております。これが少しずつ広がって、もっと住みやすい地域になってくれればいいなって願っております。それには皆様方の力が本当に必要です。なので最初にも言いました、一つの一つの小さな力が大きな力になります。ですから自分たちの住んでる地域がいい地域になるように、ぜひお力をお貸しいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。